はい、そんなわけで1日遅れでちょっと動画撮影します。はい、最近やったあとおやつチューブですね、おやつチューブ CS で握ったドラマンハンデスになります。ちょっと個人の方はハリデル握ったんですけど、びっくりするぐらい構築ガッバガバだったんで、チーム戦の方で握ったドラマンハンデスの方だけレシピあげようと思います。はい、結果からすると3-2ですね。個人3-2のチームが3-2です。僕3-2で、ちょっとY君が3-2で、ケイシが4-1ですね。まあ、うまいことちょっと勝ちが噛み合わなくて負けた形でした。そうですね、正直3-2の2敗なんですけど、トップイビルヒットで負けた仕方のない試合と、あとはその、15分っていう制限時間があったんですよ。おやつ CS のチーム戦は。で、その、15分って制限だと、ライブラリアードするのに時間が足りなくなるんですね。あんま慣れてなかったら。で、僕ちょっとやっぱその練習不足が響いて、時間が足りずに、結局縦差で負けちゃったんですよ。なんで、ちょっと取れたなっていう惜しい試合がいくつかありましたね。なんでまあ、ポテンシャルだけは、なかなかいいんじゃないかと思って、動画に上げた形になります。じゃあそのわけで、まあ、レシピは見てもらっての通りなんで、ちょっとまあ、他になさそうなもんだけパパッと言ってみたいと思います。まずこのブレインタッチピン済みですね。これはですね、黒枠の補充の役目がまず第一にあります。ドロマーって結構黒多いように見えるんですけど、序盤マナにおける黒ってそんなにないんですよ。まずこの下段の3つなんですけど、こいつらって正直序盤マナ置きたくないんですね。なんでかっていうと、打ちたいからです。となってくると、黒枠が、まあ、実数ここの層しかないわけなんですけど、まあちょっとここだと不足、っていうかちょっとまあ、こういうのってやっぱちょっと置くとね、引けないパターンもあるので、まあできればこういうの置きたいんですよね。初手には。で、そのわけで、ちょっとまあ、わずかに黒増やそうとして1枚入れた形になります。そうですね。そんな感じです。で、アバラルドコですね。アバラルドコってのは、まあ、水引けなかった時をドロソーになってくれます。このデッキ水が11枚あるんですけど、まあ、11枚だとちょっとなかなか2枚持ってこれないって時があるんですね。で、そういう時、水持ってこれない時って大体相対的に光が持ってこれるんですね。で、光持ってきた、これた時用のドロソーとしてアバラルドコを積みました。非常に強かったです。アクアベララ当たってる時にアバラルドコを打つと、そのドローもできるし、相手のトップもチェックできるので、無駄がなくて、個人的にはいいカードだったなと思います。で、ミカドホールがピン済みですね。これは一応感覚としては5枚目のリバイブホールとして、こう考えてます。墓地に落ちた特攻人員を回収しなくて済むので、社長公開座がすぐに生かせれますね。まあ、その点で利点はありました。ただですね、まあ、これぶっちゃけブレインタッチの2枚目でもいいかもしれないですね。ちょっと水も増やしたいですし、書店における闇としても増やしたいんで、別に多色4枚程度だったらそこまで事故んないんで、そうですね。まあ、これは正直、ブレインタッチの増量でもいいかもしれないとは思いました。ただ、普通にこいつも強かったです。ぶっちゃけ。はい。で、すみません。ちょっとアバラルドこう言わされてたんですけど、こいつコストが3なんで、死んでも社長語で蘇るんですね。で、これを蘇らせた時めっちゃ強いんですよ。まあ、詳しく言う必要もないと思うんですけど、本当に強いです。はい。じゃあ次、ちょっと今回の MVP、マリエルの紹介になります。マリエルなんですけど、本当に強いんですよ。3000以上のクリーチャーアタックできなくなるので、相手のアパッチューララ止まるし、イービルヒート止まるし、あと、まあ、ドロマの天敵のシャッフとかシドも止まるんですね。そうなってくれると、本当にもう3ターン、4ターン平気で時間稼ぎしてくれるので、その間に、こっちの場面整えることができて、非常に強かったです。このデッキ基本的にライブラリアート狙うので殴らないんですよ。で、その点もマリルと噛み合ってますし、最悪殴んないといけない場合はガードホールで自分のマリル埋めればいいだけなので、本当に汎用性も優れてて、こいつはもう、多分、今回、もう、実際使ってみて、もう二度と抜けないなと思いましたね。本当に強かったです。で、魔天降臨なんですけど、僕これ今回一回も使わなかったですね。なんか使わなくても勝てました。マリエルで止まってくれたからかな。もしかしたら魔天降臨いらないのかもしれないな、って感じはしました。なんか使わなかったんですよね、普通に。うん、なんか、結構、こいつら打ちたいがためにマナに置くケースが多かったです。で、こいつマナ置いたらもう二度と回収できないので、そうですね、魔天降臨、ワンチャンいらないかもしれないですね。そんな気はしました。で、まあ、ファルピエロガードホール2-2なのは、これは縦落ち回避ですね。まあ、1枚なら縦落ちてももう1枚引っ張ってこれるよってためです。ちょっとまあ、ガードホールの強いところを紹介しますね。このデッキの場合、ガードホールを連打することで、ボルグサンダーを連打することができます。まあ、早い話、ガードホールの対象をこいつに打ちます。するとこいつが超次元に戻るので、まあ、戻った後にボルグサンダーをもう一回出すと。
で、ターンの始めの、社長誤解算の効果で、ファルピエロを墓地からバトルゾーンに出してあげると、その効果で、こいつ自解させるとガードホールを回収できます。で、またガードホール唱えて、ボルグサンダーを撃つと。で、またターンの始めに、ファルピエロを出して、破壊して、ガードホール回収、ガードホール撃つ、ボルグサンダー死ぬ、出す、ライブラリーアウト、みたいな。そうですね。まあ、基本的なドロマの勝ち方は大体これです。なので、こいつら、あんま縦落ちさせたくないんですね、両方。そのため2枚入れることにしました。まあ実際、そうですね、2枚入れたおかげで強かったです。1回だけこのガードホール、サイケデリックガーデンに変えたんですけど、初手に引いたこれをマナに置けなくなったので、戦いづらくなったため、結局ガードホールにしました。そうですね、結果としては選択間違ってなかったのかなと思います。はい、とりあえず以上ですね。ドロマは、本当に構築変えれば変えるほど可能性が広がっていくデッキだと思います。またなんか面白い構築あったら教えてください。以上です。